娘さん来期2023年秋アニメに放送決定。はい、どうもゆきとです。というわけで来ましたね、ウマ娘さん期というところで、今回来期もうね、すでに超豊作と名高い2023年秋アニメについてですね、先取りして語らせていただきたいなと思います。というところで、まあ今期はね、盛り上がらないだの、見るものがないだの、アニメのモチベーションが下がっただの、まあなんか悲しい声がねたくさん聞こえてくる中で、もちろん今期ね2023年夏アニメ非常にいい作品たくさんあるんですけど、来期マジでやばいぞというところですね。今回はまあそのラインナップとかをね、いろいろと見ながら語らせていただきたいなというところなんですけれども、まあね、概要欄にもね、なんか、アキアニメ一覧みたいなの書いておくんで、それ見ながらまた見ていただけると、まあ一層楽しめるんじゃないかなというところですけれども、ウマ娘3期も加わってね、いや、本当にとんでもなくなってきたなというところで、まあ皆さんね、アキアニメって言ったらね、きっと多分去年、2022年秋アニメを思い浮かべるんじゃないかなと思います。本当もう正直僕はね、いろいろ追ってきた中のクール、ね、たくさん見始めた中では、本当歴代一豊作クールでした、2022年秋っていうのは。まあ、DIY とかね、秋はメイドとか、オリジナルアニメも豊富ながら、ボッチザロックっていうね、もう大爆発したキララアニメもあって、ブルーロック、スパイファミリー、チェーンソーマン、もう少年漫画の大人気作品たちもあって、っていうところで、で、ブリーチとか、モブサイコとか、なんかもう、続編もね、山のすすめとかね、こういう素晴らしい作品もあって、もううるせえやつだとかもあったな、ほんともう、とんでもないね。あまりにやばすぎる。ガンダムとかあったら、もうほんと、もうやばすぎる、クールだった昨年、2020年秋アニメ、匹敵するかもしれませんっていうのが、来期なんですね。もうこれだけでどんだけやばいかっていうのがね、皆さん分かっていただけたかなと思うんですけれども、まあ、まずね、今期なかなか盛り上がらない要因だって言われている、新作、来期やばいんですよ。っていうのが、まあ、新作のいわゆるもう三大巨頭みたいなのがありまして、それがですね、一作品目。薬屋の独り言というか、何から言うか迷ったんですけど、薬屋の独り言、もうシリーズ累計2100万部とか、まだもうやばいぐらいもともと原作出て、なんでいつまでやってもアニメ化しないずっと言われてた作品がある、それ薬屋の独り言なんですけど、なろうかな原作っていう小説原作なんですけども、薬屋の独り言が、まあ、1作品目で、2作品目がですね、早々のフリーレンというところで、早々のフリーレンはね、金曜ロードショーで1話やるっていうか、かなり話題になってましたけど、まあ、新しいなんか日テレの枠でやるとかって話になる、まだ詳細出てないかな、うん、っていうところ、マッタワースがね、制作会社でやってくれますけれども、早々のフリーレンが2作品、これ週刊少年サンデーで連載されてる作品と。で、3作品目ですね、これに関しては、シャングリラフロンティアというところね。まあ、これは日語枠というで今やってるゾン100の枠ですね。その前4時半からね、7つの大罪の聖堂続編、目視録の4騎士がいるっていうところで、かなりマガジンが盛り上がってくるなっていうところね。マガジンはね、まあ、結構、哲学くんとか、まあ、なかなかね、クオリティが厳しいね。まあ、ブロックは非常にね、8ビットさん頑張ってくると高かったんですけど、厳しい作品が多い中でですね、シャングリラフロンティア、C2C さんっていうね、素晴らしい魔女旅に行き、早うやなんかいっていうのをずっと思ってる、C2C さんって素晴らしい製作会社さんがね、やってくださいますんで、これはね、かなりヒットするんじゃないかとかいうところで、まあこれ三大巨頭ですわ。で、シャンプロに関しては、シャンプロもなろうか。シャンプロもなろうなんですけど、書籍を吹っ飛ばしてコミカライズに先に行くっていう。で、マガジンで連載やって、僕もそれずっと読んでるんですけど、はい。っていうところで、薬屋もなろう。だよね、薬屋もなろうだから、そうか、なろうが2タイトル、もう正直その最終兵器レベルの作品が2タイトル、まあ、すでに超人気ですわ、うん、っていう作品が2タイトルと、漫画界でもね、ほんともう新作でももう超期待のホープみたいな、早々のフリーレンっていう、まあ、3大タイトルっていうのがあるんですけども、それ以外に僕新作は特に2タイトル期待してて、でそれが引きこまり吸血鬼の思って1作品目で、2作品目星屑テラス、これキララなんですけれどもっていうところで、かなりね、来期、まあ、MF ゴーストとか、二人作者の新作とかね。まあ、もちろんそれ以外もね、いろいろ新作あるんで、君のことが大大大大大好きな100人の彼女、100カノとかね。君ゼロ、経験済みな君と、経験ゼロな俺がお付き合いする話が、まあ、かなりね、新作だけで見ても、期待作、非常に多いというね、クールで、多分僕がまあ全然マークしないようなね、ラノベ枠とかの作品でも、いい作品たくさんあるんじゃないかなっていうふうに、思っていると。ね、恵みの醍醐、これも漫画すごい人気だったよね。
うん、もう星食うてればさ、やっぱ同じキララというところね。まあ、やっぱボザルはやっぱその音楽っていうのを掛け合わさってね、ほんとあんまめちゃくちゃヒットしましたけど、まあ、どうなるかっていうところありますけどね、かなり期待、しているという。まあ、この新作がね、まずまあ僕は正直3大タイトルに、星食うてればと、引き込まれ吸血鬼のもん、この引き込まれ吸血鬼のもんもんっていうのはですね、プロジェクトナンバーナインがやってるんですよ。で、まあ結構プロジェクトナンバーナインっていう制作会社はですね、クオリティは高いんですけど、結構その終盤とかに力尽きちゃうみたいなイメージがみんな強いんです。僕も正直かなりあってね。なんですけど、PV 見る限りほんと、なんかこれまで史上最高クオリティなんじゃないぐらいの PV クオリティ高いんで、でこれユリなんですよ。でも多分かなりユリなんですよ。ヒットするんじゃないのっていう要素が詰まってる引き込まれ吸血鬼、うん、っていうところで、なんかオタク人気とかとこういう作品がね、一番に来そうな感じも、僕はしてるし、原作勢からもね、かなりこうは、これは太鼓判を押していただいてる。うん、先に星食うてればその、ね、KBG 見ましたけど、めちゃくちゃオーラあったんでね。うん、っていうところで、新作はまずめちゃくちゃ期待できる。この、もう、すでにマークしてるだけでも、5タイトルもあるんですよ、僕は。もう、これいけるだろうって作品がね。うん。っていうところで、まあまず、まあ新作がしっかり盛り上がってくれるだろうっていう中で、続編がね、今季めっちゃ強いじゃん、続編って。もうやばいぐらい強いと思うんですよ。もう僕も上位トップ5とか毎回続編ばっかり入れちゃってさ。ね。まあ、呪術廻戦2期から始まり、無色転生2期とかね。ブリーチ千年決戦で、ブーストの動きがまためちゃ面白かったりとかね。極上教室がマジで極上になってきて、いろいろなんか盛り上がってる要素ね。たくさんあるのが、まあ、今季の続編なんですけども。来季ね、続編も、実はもうガチでやばいことになっているっていうところでですね。まあ、一番はまあ結構派遣取るんじゃないかと生放送で言われてたのは呪術廻戦ですね。やっぱ2期、まあ2クル目というところで渋谷事変がまさにこう本格的にやりますから、まあここはねやっぱ相当強いんじゃないかなと思う中で、例えばねスパイファミリーの2期とかね、テンスラとかもやるみたいだね。これテンスラはこれなんかスペシャルがあるんだっけ、なんかね、また3期 4期、まあ決まってるみたいなんだけど、テンスラは3話なのかな、全3話なんかやるみたいなんだけど、とか東京リベンジャーズもあるんですよ。でさっきもう冒頭から言った馬娘さん期も秋に、まあ馬娘はねちょっと2023年放送で言われたのは秋なんじゃないかって、2期もかなり2期は本当に、ね、だから2週間か1週間前ぐらいにマジで PV 出たんで、なんかそういうイメージがあるんでね、僕もかなりまたギリギリ決まんじゃないかとか言ってたんですけど、もう割と1ヶ月以上前にね今回 PV も出まして、やっぱ2期にちょっとつながるというか、2期に出てきたキャラがまあ成長したっていうところの産地なんで、まあ、見てる人もより楽しめるし、もちろん初見でも見れるような作りになってるかなっていうのが馬娘3期。あとね、まじゃく言われたのは、進撃の巨人。まあ、これはね、正直僕、来期アニメっていうような見方正直してるわけじゃないんだけれども、ファイナルシーズンの、もうファイナルの、ファイナルの、ファイナルがつい来るっていう、本当に完結編の完結が、来るというところですね。本当これやっぱ前編もう、やばい、もうか、もうとんでもないクオリティでしたから、もうこの完結編は何が起きてもね、もう前日どんだけ僕は酔いつぶれようと、何かね、とんでもないことに会おうと、ね、もう死に物狂い絶対にどうしようやります、これは。っていう、まあ、完結編っていうところでもありますし、うん、まああとはね、ドクターストーンね、3期の2クルメとか、続編もね、意味わからんぐらい強いんですよ。魔法夢の2クルメでしょ、うん、で、盾の勇者は大丈夫なのかという、聖児の魔力は万能ですか、まだね。っていうところで、カノカノ2期、影実の2期と、っていうところで、まあ今聞いていただいて分かったと思うんですけど、もう、すでに分かってる。まあ、まだ多分完全に揃ったわけじゃないですよね。別に秋アニメって。で、揃ったわけじゃない。すでに分かってる中で、しかも僕、まあ僕漫画大ファンですけど、もう、ラノベとかのその知識あんまない状態の中で、だからラノベもかなり多いんですけど、中でこんだけやばいんですよ。来期。もう超豊作だろうっていうのは、まあ、思ってる子だし、正直続編なんて外れはないだろうばっかりですよね。外れはないだろうばっかりです。ドクターストーンとかさ。もう、呪術とかさ、スパイとかも絶対おもれえやんみたいな。まあ、映画もスパイやりますけどね。まあ、進撃でも絶対おもれえやんみたいなね、感じだし、新作に関してはね、まあ、これね、僕ちょっとやっぱ、一縷の不安というか、正直あるのは、その、シャンフロとか、薬屋とか、フリエンって、ドハマりしてるかって言ったら、正直、そういうわけじゃないんですよね。そういうわけじゃないっていう、正直あるんで、ただこれやっぱアニメーション、まあ、薬屋さんも OLM さんやってるし、シャンフロは C2C さんで、そのフリレンマットハウスさんで、どれもものすごくクオリティも高いと思うし、相当力も入ってると思うんで、そういう意味でやっぱね、こうアニメで、まあ僕、あんま原作ハマりきれてない僕でも超楽しめるっていう可能性も大いにあると思ってますし、でやっぱこの引き込まれ吸血鬼と、これ僕はかなり楽しみにしてますね、個人的には。星空テレパスとかも、やっぱこう盛り上げてくれるかなっていうところで、まあ新作はね、なんかそういう意味である種未知数ではある。めちゃくちゃ跳ねるかもしれないし、めちゃくちゃ僕もハマるかもしれないんだけど、まあある種、あれ思ったよりっていうのもある。それだけちょっとかなり期待値が高いんで、やっぱね、期待値が高すぎて、あれっていうことが起きたね、
さっきもやっぱ2022年秋アニメありましたし、僕自身もね、これがなんか盛大なフラグにならないといいなって、超豊作だとか言ってあれってなるって割とあったりもするんでね。まあとはいえこうやって言われてるクールはなんだかんだ最後はしっかり盛り上がるんですけど、まあちょっとねあまりに期待しすぎるのもねまだ大やけどするかなと、ゼロではないんですけど、まあこれでも期待できるだろう。新作続編ともに本当にとんでもない作品が揃ってるところですし、まあある種ねちょっと見てみないとわからないところもまあ割とあるのかなっていうところで、まあ2022年秋もねそもそもなんかタイトルえげつなかったんだけど、さらにダークホースがやっぱ出てきたりしたんで、オリジナルアニメとかもね、秋アニメとか本当面白かった、全然期待しなかったもん。あれ秋アニメなんだこれとか言って、 PA 大丈夫かとか言ったらもうめちゃくちゃ面白かったっていうとあったんで、そういう意味ではね、やっぱこうある種期待してなかった、全然マークしなかったけど面白いってさっきもさらに出てこれば、さらにさらに盛り上がってくる可能性もあるっていうのはやっぱ、2023年秋アニメになると思いますんで、まあ秋がねまた超豊作となれば、本当秋は豊作クールだねっていう感じになってくると思いますけども、まあ非常にね、まあなんかちょっと2020年冬は若干厳しいラインナー、まあ見た感じそんなそこまで厳しくなかったけれども、まあ話もありますしね、まあ来期、まあ今期もね、ちょっとアニメのモチベーションが落ちたみたいな悲しい話も聞くんでね、別に全然過去アニメ見てるとかそういう分にはいいんだけどさ、なんかアニメ見るモチベーション落ちてるとなんかそれは悲しいなと思っちゃいますけど、まあ別にね、なんか毎月毎月アニメね、なんか毎日毎日見る必要があるかって別に義務を持って見ようと逆に嫌いになると思うんでね、別にまあ来期ね、こう始まった時にこう見てみたらこうハマる作品たくさんあると思うんで、またこうね、一緒に盛り上がっていきたらなってすごい思ってますし、まあ僕自身今期もね、かなり楽しんでますけれども、来期は本当に楽しみ。なんかある種原作でじゃない作品がすごい楽しみな作品が多いんですね。そういう意味ではね、そこにやっぱすごい期待を持っていきたいなっていうのをね、思ってますし、漫画原作がやっぱ盤石の強さ見せてくれると思うんで、渋谷事変とかも僕 見切れるかっていう感じ途中でリタイアしちゃうんじゃないかみたいな話もありますけどもね、あれ本当楽しみだなっていうのはね、思ってます。アイドルマスターミリオンライブとか、この辺もどうなんだろうね。まあ、やっぱあまり U149 良かったからちょっとどれぐらいハマれるかとかあったりね。MF ゴーストとかもちょっと見てみるとわからんけどね。まあちょっといろいろと、まあ百科のとかもなんか話題性はかなりありそうだし、あ、ゴブリンスリアの2期もあった。これがね、ライビーなんだね、世界じゃ。ちょっとこれはなんか大丈夫かって感じしてますけどもね。ウマ娘3期とかもね、なんかもうボロ泣きするような感じ。シャイ、あ、これもなんかちょっと楽しみにしてたな。ウマ娘3期とかもなんかやばいことになりそうですけど、まあ2期はね、完全にやっぱね、2021年冬の覇権取った作品だったので、まあかなり円盤売り上げとかもいろいろ盛り上がりそうな感じもしますけどね、まあどうなっていくのか、まあ非常に楽しみだなって思いますしね。またこう、まあ、まあ、今期楽しめてないよって人も来期やばいんでね、また来期からまた見るのもいいですし、別にね、なんかこれを見なきゃとか別にないんで、はい。まあ、見たい作品をね、まあ、見て、まあ、過去アニメも全然いいですしね、楽しんで、またアニメ盛り上がっていったなっていうのをね、すごい思ってます。いや、ほんと、娘さんち加わって、もうやばい。まあ、物も加わるだろうと僕は思ってましたけど、こう、もうほんと盤石の布陣というかね、もう超豊作が間違いなしで状況になってきたなと思うんで、あとは、まあ、やっぱ特に僕は原作知らない作品とかを、ね、楽しみにしながら、ちょっと原作がハマりきれてない、実はこの三大タイトル新作たち、ここにね、もうめちゃくちゃハマれたなと、やばすぎるってなりたいなっていうのが、正直思ってることでございました。はい、ということで、今回ね、まあ、来期2023年秋アニメに関する話、まあ、超豊作間違いなしやばすぎるという件は、以上となります。今週ありがとうございましたというところね、ぜひ皆さんね、期待値とか皆さんのなん期待作とかね、まあ、リクさんこれ話してなかったけど実は僕これすごい楽しみだよとか、このラノベ原作面白いよ、ぜひどんどん、ね、いろんなコメント、お待ちしてますというところね、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、ということでね、以上となります。またね、来期、またどんどん、また来期の動画も上げていくと思いますし、まあ、本期もね、また、まあ、動画もね、また上げていきますんで、ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もお願いします。大変嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。